リーグ戦では3試合勝利のない徳島、今節は好調の町田をホームに迎え4試合ぶりの勝利を目指します。2018明治安田生命 J2 リーグ第18節徳島アボルティス対 FC 町田ゼルビアの模様を徳島のホーム鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムからお送りします。徳島のスタメンを確認していきましょう。前節から2人変わっています。今日は杉本太郎が2トップ、山崎とともに2トップを組むのではないかと予想したんですが、まあ、杉本太郎のポジションもちょっと注目ですね。そうですね、これはまた始まってみて、確認したいところですね、はい。一方アウェー町田、前節から1人変わりました。小島に代わって今日は下坂が移籍後初出場、リーグ戦では移籍後初出場となります。さあサイドに展開している、さあ出ましたよ、サイド空いていました、大本が空いている、さあ大本の突破シュート、徳島のファーストシュートは大本でした。チームの総得点の3分の1がこのセットプレーから生まれているという町田。ああいいボールだ、中島ヘッド、そのままゴールに吸い込まれていきました。先制したのは町田、またもや得意なセットプレー、中島3試合連続ゴールです。まあ見事ですね、はい、ボールの質、入っていくタイミング、さあここも吉浜です。抜けましたよ、さあ吉浜抜ける、でシュート、最後は吉浜、はい、吉浜のシュートでした。ここはサイドに、いや強引でドリブルで持っていく、シシーニョ中へ、岩尾です、サイドへ、再び大本のクロスが入る、ヘディング、決定的でした、ポストはクロスバーの上です。まあ、やはりこう去年の徳島の躍進、まあ、快進撃を引っ張ったのは杉本太郎、あっと見つかった、徳島同点ゴールです。ゴールキーパーの福井にミスがあった、島谷のゴールで徳島同点です。町田は痛いミス、まさかまさかの同点です。町田、一方の徳島ラッキーゴール。そしてキーパー、はい、何度か少し足を滑らしたりというのが連続しましたから、ボールが来た時に、ね、かなり硬くなってしまいましたね。そうですね、まあ、ファーストコントロールも少し、イメージと違ったところに行ってしまいましたから少し慌てましたね、はい、山崎戻した、あっとここは倒れたがファウルなし、杉本太郎に対してはファウルはありませんでした。そのままさあカウンター当てるか、町田上がりましたよ、中島です、追い越していく奥村、足で奥山戻して、うん、開いた、開いてシュート、素晴らしい、吉浜今シーズンの4ゴール目、4試合ぶりのゴールです。吉浜後半の立ち上がり、町田が勝ち越しに成功しています。いやー町田の速い攻撃見事でしたね。そうですね、本当に ここも前に入ってきましたし、はい、中島がうまく流しましたよね、はい、キープして中島シュート、クロスバーです、これも惜しいシュートでしたね。いや素晴らしいですね、はい、この辺の体の強さ、はい、ですよね。さあフライドスペース山崎へ、近くには可能です、犠牲となった可能、山崎かわしてマイナスのボール、岩尾、間、岩尾シュート、相手の足に当たる、こぼれ球、内田が詰めていました、まだあります、素晴らしいブロックですね、町田、ゴール中央固いディフェンスを見せました町田、まだあります。さあ岩尾、シシーニョ、そして内田とつながっていく、島谷、島谷のシュート、ヘディングのクリア、
島屋の、ね、得意の形ですよね、最後深津の懸命のクリア、はい、それでも町田うまくブロックしてますね、はい、ここで主審の笛です。町田今シーズン3度目の2連勝、勝ち点を32にしました。町田はアウェーで貴重な勝ち点3、一方の徳島今日も敗れました。今シーズン4度目の2連敗です。徳島は町田の堅い守備を最後まで崩すことができませんでした。